そうですね。ということで、ちょっと普通の予定ですとね、ここに5分10分の休憩を挟んで会場構成を変えてクロストークに行くという感じだったんですが、もう一旦ここで中締めします。第1部そうですね、はい、中締めしましょう。場所自体はちょっとお借りしているので、もしご都合がある方はちょっと引き続き残っていただいて、各地のいろんなミシンがあだこうだ、風呂敷の天気の時はあだこうだみたいな、こう他のリアルな風呂敷体験をこれからやっていけたらと思いますので、どうぞよかったらお伝えください。でここまでで、はい、もし質疑応答、質問が何かあれば、そうですね、それはちょっと、もう帰られる、はい、帰らなきゃいけない方もいらっしゃるかと思うので、一言言いたい、はい、ここまでで何かご意見、ご感想、質問など、ございましたらですね、手を挙げていただけると。ない、大丈夫、いや、わかりませんよ。ちょっと実はあそこのところのこれはどうだったんですかみたいな。ないないということで、じゃあ、一旦第一部終了の中締めのような感じで、開会制限に間に合わなかった、もしかして大家の息子さんの本村義秀さん、ちょっと最後に、本村さん、今日あれですよ、もうワークショップの移動でもうちょっとで出なきゃですよね。そうです、ちょっと遅刻です。そしたら、閉会宣言と第2部の開会宣言、はい、なんでもないです。なんかちょっと多分、後半の途中で抜けることに本村さんなっちゃうと思うので、ちょっとここ、全国のこの流れを見て一言、一言もらって、前半戦を締めようと思います。はい、本当すいません、遅刻しました。謝れば何でも済むって思って生きてるとこうなっちゃうんですけど、俺ね、浅野くんに説教したことあるんですよ。よく遅刻するんで、お前謝れば何でも済むって思ってるだろうって言って、今日お礼でした。先ほど中崎さんも話してましたけど、この風呂敷が始まる大きなきっかけは、木村新造先生が会場に何か養生で敷いたらっていうのだったんですけど、中崎君と本当にその新幹線で福島に行く車中の中で、中崎が断ろうと思ってたんですよね。そうですね、本当に。でそれを、山岸、この3人で並んでたんです。そうで、山岸清之進は NHK の ETB、 NHK でプロジェクト徳島の特集番組を作るんで、僕らのを撮っていて、まさに中崎君が説得される瞬間を撮っていたというか、説得されるんじゃなくて自分から言い出したんですよね。大風呂敷敷いちゃったんですよねみたいなのがなんか映り込んでましたよね。で、大風呂敷って言われて、やるやる、大風呂敷って言って始まったのがこれで、まさかこんなことになるとは、その1年目には全く予想もしてなくて、ただ一つだけ予想してたのは、風呂敷を敷いたこのビジュアルがとにかく必要って僕思いました。ここの会場に来れるのは多分1万数千人だけで、これ見れるのはたった1万数千人ですけど、このビジュアルがカメラと映像で、世界中に届けって、僕それは本気で思ってました。で、それが綺麗であれば綺麗であるほど、福島の事故のことが伝わるとも思ってました。けど、その後、放射線も何もないところに敷くことになるとは思ってもないという何よりもそれ敷くのが楽しいというのも思ってもなく、で、その時僕思ったのは、ごめん、長くなっちゃうね、ちょっと短くしゃべります。よくわかんないけど、こけしって作るじゃないですか。あれもきっと何か由来があるんだよね、本当はね。悲惨なこととか、わかんないけど、子供が死んじゃった帰りとか、よくわかんない。で、もう最初はわかんないけど、あれ作るのきっと面白いから残ったんですよ、多分。盆踊りもそうだと思います。死者への弔いとか言って、悲しいから残ったんじゃなくて、楽しいから残ったっていうのを考えると、これも多分100年後、200年後に残り、多分300年後くらいの公民の教科書の表紙になるんじゃないかと思っていて、で、大風呂敷っていうページがこうガーンと、原発事故と福島大風呂敷で、中崎徹の写真とか、こう2人の写真が家が出るわけですよ。で、みんなの記念写真とかも載っていて、っていう風にきっとなるんだろうなと、今は半分本気で思ってますので、ぜひぜひ、なんか続けるためにやるってことじゃなくて、多分面白いものが続くと思うので、
だから多分面白くなかったら廃れる、それで全然いいと思ってるんです。で盆踊りも多分そうで、なんとなく流行りそうな雰囲気があって、流行るともうこれ今から予言しますけど、流行った時には俺の名前なんか出てこない。